皆さんこんこにちは浜江の池持です本日ご紹介させていただきますのはこちらの方ファクトリー900人気モデルの FA324 で仕上げました浜家別注色アンダーリム風に仕上げましたタイプと ブローフレーム風に仕上げましたタイプ B をご紹介したいと思います。えー、まずはタイプ A のアンダーリム風に仕上げたこちらなんですけれどもシルバー柄を使用したアイテムです。ブロー部分はクリアグレートの貼り合わせになっておりますのでこの 淡く色の入った透明感のある生地との組み合わせ非常にかっこよく印象的に仕上がっているんじゃないかと思います結合部分もですねなかなかかっこいい仕上がりになっているんですけれどもこのシルバー柄もよく見ていただくと実はクリア生地が少し入っているというアイテムになっております、えー、下から見ていただくと愛さにクリア系の生地が入っているのが分かりいただけると思うんですけれどもなかなか見る角度で非常に満足度高い 生地になっているアイテムなんじゃないでしょうか見ていて非常に楽しいカラーになっておりますかけたところも実際にご覧いただきたいと思いますこのブロウ部分非常に印象的なアイテムなんですけれどもあんな風に仕上げていながらもきちっとあこのブロウの印象ですねクリアブロウが非常に印象的になっているというアイテムです、えー、結構使いやすい フレームに仕上げられたと思いますのでお仕事柄によっては普段からも使っていただけるという方いらっしゃるんじゃないでしょうかまたオフの時だからこそ楽しめるという方非常に多いんじゃないかと思いますとても魅力的な柄に仕上がっているかと思いますまたこちらの方ブロウタイプも魅力的に仕上がっておりますこちらも同様にシルバー柄なんですけれども肌なじみのいい色合いということもありますしこのキリッとした印象かなりかっこいいフレームです 黒クリアーもう手に入らないかなと思うんですけれども黒ですと結構印象的に強くなってしまいますのでこのシルバー柄の方が使いやすいという方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います、えー、なかなかかっこいい仕上がりのブローフレームになっているかと思いますのでこのテイスト好きな方たまらないアイテムになってくるんじゃないでしょうか数の少ないアイテムですこちらの方もお早めにお問い合わせいただければと思いますそしてこちらのアンダーのタイプ A をですね マットフレームに仕上げたものもご用意しておりますマットになることでこのブロウがですねより印象的な雰囲気に仕上がっておりますまたマットに仕上げたことで肌なじみさらに良くなっているということもありますのでこのシルバー柄のマットとても人気の高いカラーになっております、えー、ちょっといかつい印象にも見えつつ肌なじみもいいというところが魅力的なんだと思うんですけれどもサングラスに仕上げてもかなりかっこよくなると思います個人的には サングラス一押しになっております。なかなかかっこいい生地の組み合わせに仕上がったんじゃないでしょうか。本日ご紹介させていただきましたのは、人気モデル FA324 で仕上げた浜江別注色です。アンダーリム風に仕上げたタイプ A、そしてブローフレーム風に仕上げたタイプ B2 種類ご用意しました。ぜひお確かめいただきたいと思います。本日ご紹介しましたこちらの方どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。